シーバスのルアーフィッシングは、シーバスの生態を理解し、その生態に合わせたルアーを使って釣るスポーツです。シーバスは岩場や堤防などの岸辺に生息し、夜行性のため夜間に活発になります。そのため、夜間や夕暮れ時に釣りをするのが効果的です。ルアーフィッシングの基本は、シーバスがよく使っているベイト、エビ、ミノーなど、に似た動きをするルアーを選ぶことです。シーバスのベイトパターンを観察し、どんなベイトが多いかを把握することも重要です。例えば、エビが多い場所でエビ型のルアーを使用すると効果的です。また、波や流れ、水温などの環境要因も考慮し、その時々の状況に合ったルアーを選ぶことが大切です。シーバスのルアーフィッシングは繊細さと粘り強さが求められる技術的な釣りですが、その分釣れた時の喜びもひとしおです。ぜひ、シーバスのルアーフィッシングを楽しんでみてください。